お疲れ様です。今日はですね、こちらハレハレデッキやっていきます。さあ、元プロ仲間のね、ハレハレさんがクラロワ界に帰ってきましたよと、いうわけで、ちょっと動画もね上げてらっしゃったので、ハレハレさんがね、早速ちょっとそちらやっていこうかなと思います。で、なんかトロ低いみたいな動画の冒頭でラットトロ低くねみたいな謎の煽りをちょっと受けてたんで、さあ、抗って勝手にちょっと中身変えました。中身変えたというか、進化をね、コウモリじゃなくてロイジャイにします。はい、進化コウモリもまあ強いし、俺はすごい好きなんですけど、さすがに進化ロイの方が強いやろっていうので、はい、やります。で、動画ではあと盾の戦士かなやってたんですけど、花根さんなんか動画外でゴブリンギャングでやってたんで、ギャングでやります。はい、さあ行きましょう。コント職人がね、クラロワ界にやってまいりました。よろしく。強えのか本当にこのデッキは。まあでも、動画でね、最強ハネハネデッキ最強型生まれましたみたいな感じでちょっと紹介してたんで、ちょっとどんなもんかね、私が審査してあげましょう。ハネハネさん、アイスピョーグ、ホグ系きつそうホグきつそう。まずウッドでゴブリンバレル通んないでしょ。はい、終わりからの、まあ、ボンバーはあんまいる意味ないでしょ。はい、終わり。で、キョスケは今の環境、悪くはないか。ロケット押しきついでしょ。終わり。めっちゃきついじゃん。まあ、でも、このロケが美味しいか、佐藤。緊急できねえか。こういうのもう行っちゃっていい。売らないととかで終わるのやだな。いい感じのアイスピとかやだな。え、でも、ないよね。え、でかい。え俺花丸デッキ、さては熱いか。これ、キョスケの爆破で一本折れるっすね。おい、いいんじゃないの。ロケット方式、きついしね。あいつもきついんで。待って、ミスった。ファイボ。これファイボです。俺にとっては。まあ、テスラの突破とかもまあ難しいんで。序盤で1本折れんのはでかいっすね。まあ、ガーディアン出してもいいけどね。出さなくても良さそう。え、でかい。結構入るんじゃねこれ。さあ、暇バレルして、進化ロイじゃ、来た。進化コウモリもありだが、絶対進化ロイ。どうしようかな。なんか、キョスケ、ロケット方式の餌にされそうで嫌っすよね。このゴブリンのダメージ結構痛いんでね。いや、痛すぎ。まあ、ロケコにはファイブ打つけど、相手のさ、あれが何なのか気になるな。ああ、進化カードね。進化ナイトでしたね。ホグ来そう。これきついっすよね。え、相手今さ、ウッド使った？え、めっちゃいるよ、これ。バチコン、バチコン、バチコン。バチコン、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 バチコン。まあ、これもう守れないんで、適当にして。え、熱くね、この流れ。702よ。ファイボ3周回してもいいけどな、ぶっちゃけ。そんぐらいの。やべ、俺のリートブレ下手すぎた。いやー、マジで、俺の負け筋、あの子なんすよ、ロケ子。いやー、それ美味しい。コウモリ2。いいね、ボンバー。ボンバーが活躍することあんのか。よしよし、まあ一旦耐えてね。相手の怒涛の攻めがきつすぎる。無限ロケコ。なんかいつか真ん中ロイジャイで刺したいけどさ、むずいよな。一旦ね、耐えよう。これであっちに木散ってる間に、え、熱い、バレル、ホームランバレルが刺さってる。いやホームランバレル来た。まれに刺さるやつ。でかすぎ。まあ、刺さんなくてもみたいなね。さあ、ハネハネデッキ初戦。まあまあ、まあまあじゃないですかこれ。メガライトでもいいんじゃないですかこれ、気をつけ。どうなんすかどうなんだ、ハネハネデッキな。おもろいな。呪文ファイボだけね。ファイボだけね。ハイボじゃなくても何でも良さそうだけど。
ジャパンプレイヤーの顔してるっすね。まあ、一旦投げるか。待たれたらトルネの可能性高いけど、やだ。やめて。やなめ。まあ、やなめぐらいは許せんな。ラバか、ジャイスケラか、なんだろうね。ああ、まあ、ラバっぽいっすね。このインドラの時点でね。インドラやなめはラバでしょ。ってことは、まあ、あと何があるんだろう。わかんないけど。ちょっかいかけちゃおう。おう。まあ、対空は3枚と。まあ、特別多くもないが、特別少なくもない。雪玉使った。え、これちょっとでかいか。インドラ、インドラから行くの、偉すぎる。偉すぎる。からの、まあ、ババが来ても、みたいなね。いや、ババいねえな。え、リトプリー。まあ、止められるが、この後の攻めが。いや、強い、インドラ。嘘だろ。これ、バレル行ったら結構強くね。やなめか。うわ、待って。ボンバーがやばい。囲まれてる。え、なんかすごいとこにおる。うちのユニットすごいとこにおる。あんなボンバーの、ボンバーとタワーの間に。え、いいんじゃない？相手、柳雨雪玉よ。ボンバーもギャングもコウモリも仕事しないんですけど、このダメージ大きいね。で、ナイトボンバーだったんで、まあ、インドラがだるいくらいですね、俺は。インドラがだるい。で、バルーンにはリトプリ当てれば良さそうだな。これ、インドラ、5打って、マジで、無理やり突破ちょっとあるっすよね。いや、こっちでいいか。一旦一本折るか。一旦一本折って。おー、その逆強っ。それやばいな。リトプリどっか行っちゃうとね、俺終わっちゃうっすね。でも、キョスケがこれ、入らん？でかいでかいでかい。キョスケの爆破に入りそうで入らないのか。うう！目がいい。で、攻めて、インドラきついな。やなめ回んない。いや、でかいでかいでかい。このダメージでかいぞ。で、うちリトプリいなくなったら終わるんで、この子命です。で、これ相手の攻めとかぶって攻めたら超刺さる。うっ、タゲ。いや、コウモリが拾ってる。で、ロイジェイ止まんねえな。うい、あれ、いいんじゃない？だいぶいいんじゃない？なんか、キョスキで攻めれるし、ロイジェイで攻めれるっていう。で、バレルでも攻めれるんで、こう3段階に分けて攻めれるんですよね。で、あと逆にセットでもいいわけですよ。キョスケ・ロイジェイで攻めてもいいですし、ロイジェイ・バレル、キョスケ・バレル、なんなら最終キョスケ・ロイジェイ・バレルができるわけですから、まあ、そうなると強いな。今んとこいいの。レイジーさあ、最近多いね、ゴブジェイ・スパーキー・レイジーじゃない？まあ、環境デッキに勝てないとね、もうゴミデッキですから。そこはね、厳しくいこうかなと思いますけども。あ、最悪。やだ。待って、やだ。うわ、ボンバー。よく生きた。よしよしよし。マザネクね。まあ、ファイブあるからいいや。全然いいね。で、このゴブジャイデッキは、まあ、ファイブレイジかヤナメレイジで、まあ、ファイブレイジっぽいっすね、この顔は。ってことは、ちょ、早くこれ出してあげないとやばいかな。ファイブでいかれそう。止まんないっすよね。止まんないじゃねえわ。止まるっすよね。やだね。まあ、でもレイジ使ったらコウモリ強いんですけど、まあ、マザネクも嫌なんで、これぐらいで。やだな。これコストないのバレたりしない？豚から行くと、それ、良くないな。まあ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 。スパーキーよ、問題は。スパーキーよね、問題は。大丈夫かな。いや、まあまあ、でも俺の攻めも通るんで、難しいね、これ。お互い攻めが止まんないみたいなとこあるから、
逆再言ってもいいけどな、なんか許容されるのやだな。うわー、でもミニペ咲いてるんですよね今。結構チャンスではあるんだよな。仕掛けちゃう。いやでかっ、ファイブ使ってくれた。ってことはもう低めが最強に生きる。いやまあ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 耐えてほしい。羽根先生きついです。え、だいぶいい防衛したか。これサイド変えないといけないですね。でもまあ変えてももう一回守んなきゃいけないんですけど、キョスケがスパーキーにいじめられてる。さっきからうこれやばいな。マズネク来る。うわやばい、これこのボンボンタワーに入らんない。え、入った。あ、先生先生、これスパーキー、スパーキーどうすんすか。いやん、きつ。いやこれね、もっと攻めりゃよかったな多分。見えます。じゃあもう一回やりたいな、このマッチアップ。やっぱね、相手の攻めが守れない、守れない。でも俺のキョスケロイ J ギャングゴブリンバレルみたいな攻めも多分相手守れないんですよね、冷静に。しくったな、攻めたもん勝ちだったっすね。まあそういうこともあるか、デッキ慣れの部分でね。まあバレル、えファイブやん。ウッド使ったもんな今。なんでやねん、ゴブリンとウッドとエリポン、まあ、見たことねえな。なんすかね、恐ろしいデッキ来そうだな。まあ、親衛隊か、親衛隊の可能性はだいぶあるっすね。一瞬待っちゃおうかな。親衛隊アチャゴブ、待って、エリポンクロスの最悪なパターンだけマジである。マジエリポンクロス、エリポンクロスだ、ほんまにほんまに終わってるよ。エリポンクロスを使うやつとね、ガチで無理。どう頑張っても、どんだけかっこよくても、どんだけ可愛くても仲良くなれない。エリポンクロスの野郎はマジで無理。生理的にごめんなさい、受け付けません。え、ウッド使ったな、マジで絶対ボコボコにする。いやアーチャー強すぎだろ。でかエレスミ寝てる。え、ロイジュ結構入ってる。え、これリトプリそのままリトプリボコ戦歩くなやん。いやマジでエリポンクロス、どんだけ息してんだこれ。え、うますぎ。いやたまたまだろ絶対、押しとけえもんな。やばい、マジエリポンクロス、エリポンクロス、クララで最も簡単なデッキ。絶対友達いねえだろお前。うわマジで、あ、友達いないだろ。うわー終わってるわー。でもあります。進化ロイです。相手は今調子乗って進化アーチャー咲いてくれたんで、あ、こいついけるいけるいけるっつって進化アーチャー咲いたら、あ、キモって言って、ほんまにキモい、マジで無理。絶対友達いねえだろお前。ああうまくねえかんなそれ、ほんとに。いやぶっちゃけマジである、俺はね。え、キモ、ファイブ欲しい。これああマジでエリポン置いてるだけだからな。あ、ほんまにほんまにほんまにエリポンクロスに勝てないデッキはねダメっす。エリポンクロスに勝てないのはねいけないっす。でもなんか何入れようかな、エリポンクロス芝生用に。まあ、山雨でもいいか、クエイク。いやクエイク入れ、ムート、ムートも入れちゃって、クエイクムート入れてさあ、なんかゴーストロリババとかも入れて、マジエリポンクロス、はあ圧
ったまるわマジ。エリモングロス、あマジだ、グロいの聞こようとしてる。今日のマッチは嫌です。おー、なるほどね。これはね、エリポンゴーレムですね。でもエリポンが使うんですけど、俺もよく使うんですけど、チンパンやねんエリポンって。後出しじゃんけんが強くなんねん、許せん。まあエリポングロスはライドラが来るか、まあ、いい感じにしばいてもいいが、お、これでも届きそうでね。うちのキョスキはタフですよ。ナイスマッスル。いやでかで、え、これボンでまず金具起動もできる。あ、金具起動はできない。コウモリも、ん、コウモリすごい、え、すごい竹してる。え、タルボブ使ったらゴブリンバレるよね。でも単品で行くのもったいないな。なんか盾欲しいな。え、これ美味しくね。コスト絶対今6で置いたぞ相手。どう考えてもコストなかった。いや、あるか。いや、まあエリポン買わせるならいいか。やばい、金銀する。怖い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 。スタンプでちょうど見えん。いや、今んとこいい、今んとこいいが、まあ、ライドラヒーラーで回復されると、まあ、ちょっとどころじゃなくだいぶ嫌ですよね。まあ、一本は折れるかな、どうだろうな。てか、まあ、ここでロイジャー行けば絶対一本折れるんですけど。いや、悩ましいな。逆でもいいな、これ、スタイク。逆で。あー、なるほどね。防衛って何それ、美味しいのってパターンね。なるほどね。スケドラ単品だったら無視はできるが。え、美味しくないこれ。これもったいないか。こうお願い。キョスケで。キョスケでマジ。キョスケで。キョスケで。キョスケで耐えて。え、キョスケこっちこっちよね。いやマジ、キョスケのいいとこ出てる。相手も諦めとこ。おい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 。いいじゃん。ゴーレムには強いよと。わあ、でけえ。ヒーラー出た瞬間、一瞬マジエリゴルじゃねえかってヒヤヒヤしたわ。よし。わあ、エリポン見たら発作が。エリポンが恐ろしくて、怖くて怖くて。まあ、今んとこ3勝2敗か？羽ちゃんデッキ。羽ちゃんデッキなぁ。ラドちゃんデッキにしようかな、数枚いじって。あー、リトルプリンスね。リトプリ、ボンバー、あれなんですよね。ガーディアン届いちゃうんですよね、ボンバーに。だから弱いんですよね。環境、あ、ヤラム打ってくれるのは美味しい。ガーディアンは出てこない。え、もうめっちゃいいカウンターやん。ヤナメボーラー、あんま見ないっすね。これしかも、角度的にもう一枚裂かないといけないから。おお。え、え、相手コスト先すぎじゃね？ヤナメサイト。いや、これゴブリンバレルもありですけど、あのボーラー、あー、ガーディアンきつい。え、いい許容すぎる。しかもロイジだけで折れるんや。ヤナメサイトなんで、ここまでいっちゃいます。あー、やめて。いや、ボーラーすごい。ノールッカーやん。天才か？いや、悪くない。ライドラの出来なんだったっけ？主軸が出てねえんだな、まだ。なんも出てないよと。うわぁ。なるほど。これも低めで受けて、これもカウンター狙いですね。守れるんじゃない？いや、ギリギリ残んないか。まあ、ですが、逆再進、てかシンクロイだな。逆再じゃなくてもいいや。まあ、施設ないんでね、このデッキはね。羽原さんもよくね、ゴブ小屋とかオーブンとかね、アホみたいなカード使ってるんですよ。でもね、さすがに今の環境はちょっと弱すぎるっぽくてね、羽原デッキには入ってきてないと。いや、強い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 。矢波使ったね。このね、コウモリギャングボンバーに矢波を使わしての、ゴブリンバレルが刺さんのよ。これが皆さん、ラドラド、デッキの仕組みなんで覚えておいてください。ヤナアメを使わせてね、そしたらゴブリンバレルが刺さるんです
俺の考えた仕組み。いやトリトン嫌だけど、あれなんだっけ、なんだ、ただのゴムシェイク延命してあげて、なんかこれ怖いな、真ん中ゴブジェイも来るし、あでも1本折ってんのこれで、ボンバー勝て、ヤナメ使われたらコウモリ落とせばいいんで、いいね、火力の上がったボンバーからのフルカウンターディアンスで、ここにヤナメ使ったらバレるやねこのね、まあ、呪文枯渇デッキですよね、まあ、ロイジェイはもうなんか飾りみたいな、ゴブリンバレルもまあ飾りになることもあるけど、まあ刺さる方を試合でね多く出せばいいんだね。追い越えていく今。さあよろしくお願いいたします、こんにちは。だからロイジェイ進化がやっぱ強いね、強いんで雑に1回目使っちゃいたいな。え、雑すぎるだろ。いやー、まあ打っとくか、初手バルーンやな、めだいぶ男のやつ来たな。このボンバー一発入るよ、300ぐらい入るんですね。でヤナメ咲いたんで、まあ本当はね巨スケを縦にとかの方が強いんですけど、まあ暇だしいっか。これリトプリ出しながらの、なんかこのボンバーでいい感じにできねえかな。バルーンないラバなんで、これインドラとかを来た時用にコウモリは残して、陸使ったもんな。もうこれでいいの。ババは嫌だ。ババは嫌だったけど、まあ。本命は左みたいな。これ、キョスケのバカに意外と当たる。え、てか、リトブリ、すっげえとから打つやん。まあ。ヤナメ使ったな。これ、ロイジェイプラスのバレル行くと、まあ、縦の戦士か。まあ、ロイジェイ、いや、インドラだったら終わる。あ、待って、やったわ。やっちゃった。うん、おとなしくバレル飛ばしちゃよかった。よかったね。いやーで、ヤナアメプラスの、なんだこれ、ファイボか？いやー、次のこれ、守れるかな？いや、守るしかなくて、守るためには、攻めるのも大事か。攻めることによって、相手の、防衛も止まる。リトプリ頑張れ。よしよしよし、まあ耐えて、いやだいぶいいんじゃない。ボンバーもう一発、なんでサボった、いや怪しい。いやラバと被る、えでかすぎるこれ。わあ、まあ一時交換ですね。まあこの交換は美味しいかもね。どうだろう。いやーあのスケドラ強えな。打ってくるね。ああ縦線か。いいカード持ってんな。インドラもいるもんね。でもコウモリ使ったら、じゃあヤナアメ使ったら結構コウモリ無双ある。打っちゃおう。インドラ嫌だけどね。いやーむずいね、ヤナアメ5ね。正直流れはそんな悪くないっすね今んとこ。なんならちょっといいか。まあ耐えてはいる。この小物でね、相手バレルも無視できないからな。ここ美味しくね。からのそろそろ
おいとま失礼ロイジェイ、ロイジェイいるんですよね。オッケーオッケーオッケー。コウモリギャングリトルプリンスね。対空はまあぼちぼちって感じか。悪くはなかったね。さあよろしく。だいぶいいね。攻めが、でもやっぱ攻めが強いね。防衛の方が怖い気がするわ、このデッキは。施設もないし、なんかトリトンみたいなのもないんで、いかにこう攻めて自分のペースを握れるかみたいな気がする。昔はもっと巨助がタフだったんでね、防衛がもっと楽だった気がする。ボンバーがね、いかれちゃうんだよ。さあ、てかまあこの形だけでもちょっと強そうだけど。あー、ロイジャイか。あんまいないけどな、ロイジャイ。いやー、まあロイジャイっぽいっすね。結論一緒かな。爆弾で、こんにちは。そう、やばい。俺の思ってんだ。いやー、まあでも、タル咲いてたな。まあ、言ってよくて。うわー、それえぐいな。気持ちよすぎるやろ、そのガーディアン。まあでも、左が実はきついみたいな顔してるね。でかっ、このダメージ。いや、これ待って、この、えってか、タワー折れてるやん。いや、リトブリ、いや、折れてねえよ。いや、リトブリ強すぎだな。さあ、ロイジャイ対決。まあまあまあ。進化ロイジャイとかの防衛は、まあ、ボンバーで頑張るって感じか。あと、京介のフィジカルね。ここまで削れちまえばみたいなとこあるよな。ゆっくりいけるかんな。一旦京介出して。まあ、ロイ来たら、守れないかな、今は。これだってもう進化ロイ繋げてもいいし、別に逆サイドもいいもんな。このデッキの強いところはね、これができる。左をこう、キョスケロイジャイで攻めながら、違う、キョスケリトプリで攻めながら、右をこうみたいな。いろんな攻め方がね、できる。よいしょ。強い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 。なんかカウンター怖いかな。カウンター怖い。そんな時には巨大スケルトン。よいしょ。安心安全。まあこれ守れないんでね。どうせ。まあどうせ守れないと思うんで。おとなしく行こうかな。はい。攻めてあげて。バレルずらし、でかい。おい、はみ出てます。やっぱもう、殴り合いになるっすね。オッケー。攻撃は最大の防御なり。そういうこと。攻めるのが大事ですわ。さあ、ひらけんちゃん、よろしく。マジ日本人増えたの。あー、バレル欲しい。まあナイトウッドね、ホグ、クロス。うわぁ、珍しいなぁ。なんだ、ナイトウッド取るね。遅延テスラクロス、なんかいないよな、今。え、ディガ、え、何のデッキなんだろう。あ、マジアチオールブレイカーか。なるほどね。久しぶりに見たな。マジアチオールブレイカー。あー、これオールブレイカー来て止まんないんですよね。まあいいや、止めなくて。まあこれぐらいはね、許容です。意外と入ったな。あ、でも5あるから、マジアチに5打って、ウッド咲いたらまあバレル飛ばすって感じかな。まあまあまあ、なんかこれ、あれかもな。キョスケが強そう。え、すごっ。うますぎん。びっくり、びっくり苦すぎるやろ、今の。怖っ。おー、オールブレイカーツリーかと思いきや、
え、これナイトも冴えてリガーも冴えてる。これ普通にきつくね。ガーディアンウッド使ってくんねえかな。まあ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 、いやー意外とまあこっからっすね。マジアチャのサイクルが1個相手の方が絶対早いんで、これね、これにいかについていけるかっていう。いた、強くないやろ、これも良くない。まあ絶対ついていけないんだよ俺の方が。まあ全然ウッド使わん、気合のウッド使わないタイがやばいな。マジアチャワンちゃん、誘ったのに。このディガーは美味しくて、ちょっと俺に勝ち筋を生み出してくれそう。いや、このキョスケ攻めが強いで、トレネ使ったらコウモリボンバーまで行ってで、ウッドをやっと使ったらゴブリンバレルですよね。うわー、うますぎたな相手でもキョスケのフィジカルが強すぎたわ。というわけでハネハネデッキね、まあ、進化勝手に変えましたけど、まあまあどうだろうね、強いのか弱いのか分かんないですけど、まあ使えないことはないかなと思いました。皆さんもぜひぜひ使ってみてください、ね、概要欄にねハネハネさんのチャンネルも貼ってるんで、まだ見たことねえなって方はぜひね、行かれてるんで、はい、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録もお願いしますよ。お年様だね。